古代ヌミディアの地図、小シ,シルティス西の内陸部、現在のジェリード湖のあたりに、パラスエル・トリートニスエルと書かれている。トリートーニス湖は、古代ギリシアの文献に記されている伝説的な湖。北アフリカにあったとされる。超音を省略したトリートニス湖の表記もある。紀元前5世紀の歴史家、ヘロドトスの歴史によれば、トリートーニス湖は、 リビュア沿岸に位置し、トリートーン川という名の大河が注ぎ込む巨大な湖水である。湖中にはプラという島があり、スパルタ人が新択に基づき植民していたという。湖の周辺ではトリートーン川を境界としてマクルエス人とアウセース人が住んでいた。淡水湖であったらしく、ヘロドトスと同時代のギリシア悲劇指示にエウリピデスはイオン八百七十二行目において、 登場人物のクレウサに、水星期トリートーニスと歌わせている。現在のジェギドコイギリスの詩人ロバート・グレーブスは、かつてトリートーニスコは、数千平方マイルにわたって、リビュア定地を覆い、北に伸びて、シルテニシワンにつながっていたと想定している。紀元前6世紀末から前5世紀初頭にかけての知識術家スキュラクスは、これをトリートーニスワンと名付けていた。 新石器時代にはアトランティス人たちの国々を沈めた巨大な内海だったとも言う。グレーブスはスキュラクスの頃にはまだ900平方マイルの広さがあった湖は現在では干上がってしまい、わずかにジェリロ湖とメルリール湖という二つの潮沢が残っているのみとする。また、湖の消失について、紀元前1世紀の歴史家シュッケリアのディオドロスは、 度重なる地震がこの地を襲い、その結果として、海沿いのリビアの地域は、鳥糸ーーニス湖を飲み込み、湖はついにその姿を消したと述べている。グレーブスはこれについて、ディオドロスの時代には、湖は存在していたのであり、正しくは、地中海西部に起きた度重なる地震の結果として、海がリビアの一部分を飲み込み、鳥糸ーーニス湖を作り出したと推測している。 ギリシア神話においては、女神アテーナーは、ゼウスとメーティスの娘とされる。しかし、メーティスから生まれる男子は、天空の支配者になるとガヤンが予言したため、自分の没落を恐れたゼウスは、メーティスを飲み込んでしまった。月が満ち、鳥島ニスコのほとりを通りかかった時にゼウスは、激しい頭痛に襲われた。ヘイパイストスが、斧でゼウスの額を割れると、 頭頂部からアテーナーが完全武装した姿で飛び出した。これがアテーナーがトリートゲネアと呼称される由来である。この話はリビュアではアテーナーはポセイドオーンとトリートオニスコの娘であったが父に対して含むところがあってゼウスの元へ身を寄せゼウスがアテーナーを自分の娘としたと伝えられている。アテーナーの目がポセイドオーン同様に青いのはこのためである。 ヘルニズム時代には、湖の神はトリート恩、ン、その娘はパラスとされた。アルゴの歌絵が乗った、アルゴ船がコルキスからの木と大嵐のためにシュルティスに吹き寄せられた時、リビューエの3人の娘たちが、それまで彼らを運んでくれた船に対して、船を背負うことでこの恩に報いるよう助言した。そこで、乗組員たちは船を担いで12日間乾きに、苦しめられながら運び、 トリートーンにスコにたどり着いた。ここで彼らはトリートーンに迎えられ、トリートーンは船を引いて海に押し出した。この時トリートーンはエウペイモスに土くれを与え、タイナロン岬付近の海中に、これを通れば四代目の子孫がリビュアの支配者になるだろうと予言した。しかしそれはタソス島のそばで海中に落ち、このためにバットスがキュレネの支配者となった。 土暮れからは、テーラ島が生じたという。これに対して、ヘロドトスは次のような遺説を伝えている。ある大船が完成し、イアーソンらが豪華な池にへと共に、制動製の金を船に積み込み、デルポイを目指して出港したところ、マレア岬のあたりで北風に押し流され、リビュアの鳥居島にすこの浅瀬に乗り上げてしまった。そこに鳥居島が現れ、 海に出る水路を教える代わりに金絵を要求した。イヤーソーンが申し出を受けると、トリートーンは金絵を自分の社に据え、アルゴーブネの乗組員の子孫がこの金絵を持ち帰った時には、トリートーニス港を巡って100のギリシアの町が建てられるだろうと作戦を下した。これを聞いた、リビア人たちは、その金絵を隠したという。英雄、ペルセウスのメデューサ退治の際、彼は、 ポルキュスの娘たちであるグライアイのところへ行った。グライアイは三人で一つの目、一つの歯しか持たなかったので、ペルセウスはこれを奪って、道を教えることを要求した。グライアイに道を教わったペルセウスは、目と歯を返した。しかし、一説にはこの時、ペルセウスは逃げながら、目を、鳥糸にスコに投げ捨てたとも言う。ありがとうございます。